未来授業、今週は森の人、オランウータンが教えることというテーマでお送りします。今週の講師、黒鳥秀俊さんは40年近くにわたって東京の上野動物園、多摩動物公園などで類人猿の飼育に携わってきました。 WWF 世界自然保護基金は昨年、野生生物の個体数は過去50年で3分の2以上減少したというレポートを発表しました。近年の気候変動や環境破壊を受け、地球上に生きる人以外の動物は大きなダメージを受けています。そうした中、東南アジアやアフリカで暮らす大型類人猿たちは今どのくらいの数が生きているのでしょうか。未来授業4時間目、テーマは大型類人猿をどう保護していくか。まあ野生でチンパンジーで大体20万頭ぐらいで、ボノボが2万から5万頭ぐらい、オランウータンはですね、まあ、ボルネオに5万頭、スマトラの方に1万5000頭で、最近新種が4年前見つかりまして、タパヌリっていうスマトラの北のにいるトバコのとこにいるんですけども、その個体が800頭ぐらいっていうのが今世界の状態ですね。もう全部絶滅危惧種ですよ、この今言った個体は。で、特にやっぱり心配なのがいくつかで、オラウータンでもやっぱりスマトラオラウータンと、特にタパヌリ、見つかったタパヌリが800頭ですからね。で、今すぐそばでダムの開発工事がやってますので、まあ多分この20年以内にまずいなくなるでしょうし、スマトラも一応予測では20年ぐらい、あと他でも50年ぐらいにはもう激減ということで、あとチンパンジーもそうですね。意外と動物園では見ますけども、野生ではチンパンジーってすごい少ないし、みんな孤立化してんじゃん、分かれて。で、ゴリラもみんな種によって本当に少ないです。まあ、西ローランドゴリラっていうのが、だいたい30万頭ぐらいいると言われてますけども、隣にすぐそばにいるクロスリバーっていうのは300頭ぐらいしかいませんので、もう多分、この20年なり50年ぐらいだともうほとんどいなくなるんじゃないかなって言われてますね。例えば、オランウータン、私今やってます NPO のボルネオ保全トラストっていうところで、やはり彼らが今も、アブラヤシの農園でもほとんど開発されて、森が全部切られてですね、彼らがもう行く場所なくて川岸に全部いるんですよ。で、川岸に行くと、まあクルージングするともう全部もゾウはいるわ、オランウータンいるわ、まあ綺麗な鳥はいるわ、もう見れるけど全部もう隅に追いやられて、岸まで開発されてるんで、木の皮かじったりして生活しているわけなんですけども、本当にその地域だけだともう血が濃くなってしまいますよね。で、次繁殖できなくなってしまう。で、やはり彼らを救うために、やっぱり土地を購入して、彼らのその自然公園まで動けるようなルートを作ってあげるっていうのを一つやってますね。で、まあ、オラウタンに限れば、一時的にその橋を、日本の消防ホースの橋を作って、彼らは安全地帯に移してあげるとかね。まあ、そういったことはオラウタンでやってますし、やはりどこの地区でも今も全部もう孤立化してますので、将来的にはもう遺伝的にだんだん濃くなって、やっぱり増えなくなると思うんですね。ですから、そういったのをどんどんいろいろつないであげる。結局彼らも本当に生まれるのは1頭とか、非常に出産数少なくて、しかも今全く産める状態じゃない。で、彼らも60年ぐらいに生きる動物ですので、何回も子供生まれる時期がないわけで、それが今奪われてきて、どんどん数が減ってるわけですよね。ですから、まあやっぱりそういったことを考えて、この今ですね、この時代に手遅くなる前にですね、やってあげないと、やっぱりこれから先彼らの運命も決まってしまうのかなっていうのはありますね。このままいけば数十年先の未来すら危うい大型類人猿たち。その状況を理解できない彼らに代わって、人間ができることを考える必要性はますます高まっています。最後に、悠久の時を生きてきた彼らから黒鳥さんが学んだこと聞きました。見ててやっぱり彼らと比較すると、まあ同じような顔はしてるんですけども、やっぱりその時間の流れが全然違いますよね。
特に彼ら本当にもう森の中で多分ずっと暮らしてるわけですけども、そんなに周りをどこするわけでもないし、本当に仲間と暮らして本当に自分たちの時間だから24時間見てもオラウータンでも一日何してんのかなと思うぐらい、一日ずーっとぼーっとしてるようなあれですよね。一方私たちはなんかやたら忙しく毎日送ってるような状態で、特にそれがここ最近やたら加速がついてきて、もうなんかちょっとこのままでいいのかなっていうのはありますね。やっぱり彼らはやっぱりオラウータンとっても本当に子育て一つとってもすんごい教えたわけじゃないんだけども、全部もう分かってるんですね。もう本当にやっぱり周りを大切にするとか、例えばゴリラなんかすごい優しい、怖い顔してますけども優しい動物なんですね。やっぱりその群れを守る、そういったオスはやっぱりそういう立派なそういったシルバーバックはいますし、やっぱりオスは優しくないとモテないですからね。やっぱり優しいオスじゃないと、特にゴリラなんかやっぱりメスに乱暴だとか、やっぱりみんなメス見てますからね、オスのことね、やっぱりこのオスは嫌だと思ってもあまり興味なくという、もう餌食べてますから、やっぱり彼らなりにその群れでどういうふうに生きるかっていうので生きてますしね。未来授業、今週の講師は黒鳥秀俊さん。今日のテーマは大型類人猿をどう保護していくかでした。未来授業、来週はブログ、三菱サラリーマンが株式投資でセミリタイア目指してみたを運営、穂高由紀さんの講義をお届けします。